エルトゥールル・エルトゥールルは13世紀にアナトリア西北部で活躍したトルコ人の主張でオスマン帝国の子祖、オスマン一世の父である。エルトゥールル存命時代の彼とその配下たちに関する同時代の記録はなく、その生涯は数百年後に子孫であるオスマン家の人々が残した伝説的な記録からお伺い知られるのみである。ただし、オスマン帝国。 第二代オルハンの枠付き心情に、その祖父として、エルトゥールルの名があることから、実在はしたと考えられる。伝説によるとその父は、ギュンドゥズアルプあるいはスレーマンシャーと言い,い、中央アジアに住むムスリムの遊牧集団、オグズの海部族の一派の部族長であったという。彼らオグズ諸部は、セルジューク朝キーライラン異聖に、たびたび侵入、移住していたが、 中央アジアに泊まっていたスレーマンシャーは13世紀の、初め、モンゴル帝国の侵攻を避けてアム川を渡り、アナトリアに逃れて、ルームセルジューク町の保護下に入った。現在のトルコ共和国ではこの時西を目指したスレーマンシャーが目印としたのが、西の空に浮かぶ三日月であり、それがトルコの国旗の元になったという伝説的な物語も語られているが、信憑性に乏しい。 伝説では、スレーマンシャーは、モンゴル帝国の信仰が収まった後再び東方に帰ろうとしたが、アナトリアの川を渡化中に落馬して歴史死後を継いだ、息子のエルトゥールルはそのままアナトリアに泊まって、ルームセルジューク町のスルターン、カイクバード一世に仕えたという。エルトゥールルは、ハイカの遊牧騎士を率いて、アナトリア各地を転戦し、ウジノの米に任命されて、 アナトリア北西部に所領を与えられ、ソユットに住み着いた。ソユットは、東ローマ帝国と境を接する、聖教会支配権とイスラム支配権の境界線近くにあり、後世の年代記の伝説的な記述によれば、エルトゥルルとその息子、オスマンの集団は、ソユットの近辺で遊牧移動生活を送りながら、周辺のトゥルクマンの主張やキリスト教徒の、 国境領主たちと戦ったり同盟したりしながら勢力を広げたという。その内実については、年代記では彼らが遊牧を送っていたことを伝えていたり、一方では、キリスト教徒出身者まで含む多様な執事の戦士たちからなる軍事集団となっていたことを伺わせる記述がある。ことから古来、オスマン朝の起源を血縁を中退としたトルコ系遊牧部族であったとする説と、 多様な羊からなるガーズイーであったとする説があり、論争になってきた。勢力を広げたエルトゥールルの死後、後を継いだオスマン一世の時代に、彼らの集団は国家と言えるほどの規模に成長し、米の国を意味する、米陸に発展する。それが地中海世界を覆う大帝国オスマン朝の起源となったオスマン君公国である。ありがとうございます。